お子さんもいっぱい来てくださって、はい、じゃあちょっと夏休み、レオンとライナはどうしてたの夏休み中、ライナはテレビで応援してた。そうだよね。あ、なるほど。クライナビジターがあったから私もテレビで応援してました。じゃあレオはドキドキしながら見てたんだよね。レオは何やってたの。あ、筋トレダンベル走ったりして体力、ね、ずっとやってるね。ずっと運動してるんだよって。別に夏休みとか関係なくすごいね。ではやっているということで、日々トレーニングで、あのバク転をしてるということで、皆さんはどうでしょう。なんか夏らしいことしましたか。夏、海行ったよって方いらっしゃいます。海に行ったよって。海に行った人。あ、いいですね。いるね。じゃあ花火したよっていう人。花火もいるね。ライナが言いたかったんです。海の時言いたかった。ライナが若くして、あ、スイカ割りしたよっていう人。あ、いるいる。スイカ割り夏っぽいよね。いいですよね、スイカ割りね。あ、どこにあるのってね。上はない。上下はない。上はないのよ。スイカ上にあるようはないのよいや、みんなね、夏らしいこともしてますね。いやね、このベルナドーム6連戦今日初日ですけども、夏休み存分に楽しんでいただければと思います、ね。はい、またこの今日からですね、21日まではキッズフィールドとキッズルームご利用の方にステッカーをお配りをしているんですが、レオとライナー実はサインしたんだよね。そうなんです。ランダムにサインが書いてあるステッカーがもらえるかもしれないので、ぜひ皆さんこの機会にキッズフィールドとキッズルームを利用してステッカーももらってください。はい、じゃあこの6連戦の初戦、今日から始まりますけども、皆さん今ライオンズ首位ですよね。ライオンズ素晴らしい。首位を守りきってホームに帰ってきてくれました、この勢いをぜひぜひこのステージからね、つけていきたいと思います。では早速ナンバーの方に。